眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、皆さん今から、一緒に寝ましょう。おやすみなさい。早っ。というわけにはね、はい、いかないので、ね。いかないんですよ。はい。そうなんです。それで、OK なんだったら、もうすごい楽なんですけどね。そうです。逆に言うと、ここでバシッと切った方が、もしかしたら再生回数も増えるかもしれないですけどね。わかんないけど。ああ、うん。あ、本当に寝かせる、なんか、いい感じだ、つって。わかんない。下手に喋るよりも。確かに。なんかそんな気がしてきた。確かに、まあ喋っててね、うん。寝れてるかどうかっていうのはちょっともう本当に微妙なところですもんね。そうなのよ。寝れてない可能性大ですからね。うん。いろんな方のコメント読んでるとそうですもんね。まあそれでもね、うん、こうやって皆さん聞いていただいて。うん、うん。うん。いや、ありがたいなと思って。ありがたいですね。それはありがたい。確かに。さて今日は今日の、あのね、はい、私ね、知り合いのね、うんうんうん、娘さん、娘さんがね、うんちょうど小学校に上がるっていう、うんうんうん。で、その娘さんについて相談を受けたんですけど、うん、どんな相談かっていうとね、うんうんうん、これからの時代、女性にとって、うんうん幸せなその結末ってのはどういう結末が幸せなのかわからないというんです。それ、小学生うん。娘さんがそうです。すご。まあ、これから小学生に、次小学校です。今、年長さんです。それがそんな悩みをいや、子供がですね、親がね。あ、親がね。親がそういう。びっくりした。いや、だからさ、いや、それはね、僕もそう思いますよ。これから、娘を育てていこうなんて言った時にね、自分の時代はね、うん、例えば、それは、とりあえずいい会社入れば、うんうん、いい旦那さんがいて、うん、で、高収入で、うんうんうん、で、その人と結婚をすることが、一番の幸せの近道だとかって言って、シンプルに伝えられたし、伝えられてきたでしょ、そうやって。そうですね。ところが、これからの時代、そうも言えないじゃないですか。言えないですね。ねえ。うん、2025年の火山の問題もあるし、あ、言っちゃった。うん。うん、まあ、それはちょっと置いといたとしても、現実的にね、うん。うんこれからどういう育て方をして、どこに向かっていけばいいんだ。うん。それ分かんないじゃないですか。確かに。うん、大企業なんて全然安心じゃないですもんね。そうなんですよ。うん。そりゃそうだ、うん、ずっと続く安泰な大企業がどこなんだって言ってもね、なかなか今答えにくいでしょ。うん。食品会社かな。いやー、難しいね。うん。日本人って消費欲求少ないからね。うん、農業なんか良さそうですけどね。いや、でもそうなってくるでしょうな。人数が減って、50年後には8000万人になるんですってよ、日本の人口は。そうなんだ。うん。そんな少なくなるんですね。そうですよ。で、8000万人っていうと、ちょうど明治時代です。明治時代が戦前ですよね。あまあだからそれ明治時代ぐらいの人数だったらいいじゃないか、涼しくて風通し良くてとかに、東京は空いててとかいう人もいるんですけれど、うん、今のやっぱりインフラってやっぱり1億規模のインフラなんでね、うんうん、維持費とかもね、そういうことですよね、うんうん、いやだからね、とりあえずそのいや、どういうふうにすればいいかって言ったら、まず自分が生きていかなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、だから自分が生きていくためにはどうすればいいかっていうことをまず考えましょうって話したんですよ、うんうんうん、でまあ僕から言えるのは、うん、自分がもし仮に働かなくても、うん、いい状態にしておきましょう。まず経済面においては資産持っといた方がいいんじゃないですかって、うんうん、じゃあ貯金ですかって、ああもうナンセンスなこと言ってなと思って、うん、貯金とかじゃダメなんですよ、うん、貯金は資産じゃないんですよね。で、実際の重要なのは、財産ではなくて資産。これが一番重要。資産とは何かって言ったら、お金、毎月必要な
費用があるじゃないですか、生きていくためには、はい、食べるためにはね、うんうん、その費用を賄える、湧いてくるお金、これがすごい重要だって言ったんですよ。嫌な言い方しますけどね。でも実際そうなんです。今の日本人サラリーマンほとんど自分の体を、使ってお金を稼いでるじゃないですか、うん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 、だけどそうじゃなくてその資産にお金を稼いでもらうっていうことが一番安心した人生の過ごし方じゃないのかなと思ってて。そうですね、でそれってどんぐらい必要なんですかって言うから、まあ僕もちょっと、まあ、単純手短に言うとね、月々10万円あればなんとか生きていけんじゃないかなって答えたんです、うん、で月々10万円を何にもしなくても得られるためには、今の時代例えば、コカ・コーラの株に4000万円突っ込んどけば、まあ毎月10万円ぐらいはなんとか配当金で生活できるんじゃないですか。で働きたかったらプラス手取り20-30万円あって、コカ・コーラの配当金10万円ぐらいで、もし自分が体を壊して働けなかったとしても、その10万円とまた老後の年金っていうのもプラスされれば、それでなんとか生きていけるような気がする。だからとにかく4000万円作ってコカ・コーラの株に投資したらいかがですかって優しく言ったんですよ。すごい、はっきり銘柄までアドバイスされたんですね。いや銘柄って言ったって例えばの話ですよ。ああそっか、うん、ウォーレン・バフェットみたいな。いやウォーレン・バフェットさんがだってココカ・コーラ持ってるんだから、それが一番安全かなって。確かにね、 S&P だってインデックスファンドだって分かんないじゃないですか。ちゃんとあれちゃんとなんかこう変えてくれるんですかね、しっかり。どういうことですか。だって S&P の500銘柄のうちほとんどが、うん、ハイテク株じゃないですか、うん、ハイテク株こそ分かんないでしょ、うん、で遅いんですよあれ、なんかこうランキングチェンジしてくれる、なんていうのか分かんないけど、うんうん、ポートフォリオってことですか。ポートフォリオさ、上位ランキングはもうほとんどがね、うん、ガーファムでしょ、うんうんうん、だけどそれからもう変えてほしいんですよ、そろそろ。いいか、変えないでしょまだ、うん、去年に変えてほしいんですよ、もう去年ピークなんだから、うんうん、ガーファムの株なんてこれから上がる可能性っていうのはないんだから。あ、そういうもんなんですかと僕は勝手に思ってるんだけど、うん、まあ、これ昨日僕が見た夢なんですけどね。出た、うん、そうそうそうなんだ。そう、ただコカ・コーラだったらコーラは飲まなくてもコカ・コーラという会社はいろんな飲料をね提供してて、そして人類にとって飲料水っていうのはもうずっとなくてはならないものだから、うんうん、だからあそこは安定してんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。どんなハイテクがね来たとしても、ハイテクのブームが来たとしても、うんうん、すごく増えることもなければ減ることもない。でアメリカの人口っていうのは他の国の人口が減ったとしてもアメリカは少しずつ増えていく、うんうん、そしてアメリカ国民のほとんどの人が、年金貯金として株式みんな買うシステム持ってるじゃないですか、うんうん、だから人口が増えればどん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 その株価って上がるシステムなんですよね、うんうん、だから僕はそれという意味ではアメリカの株のコカ・コーラ、うんうん、っていうふうに、まあ、断定したわけですからね。なるほど、うん、でも確かにあれですよね、じゃあ明日からコーラ飲むのやめようっていう人いないですもんね。そう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 、もう習慣で飲んでたら別に明日も飲みますもんね、別に。そうそうそう、コカ、うん、コーラが出してる他の飲料水たくさんあるでしょ、コーラの確かにしてもお茶だってなんだって、うんうん、草原美茶とかね。そう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 、実際コカコーラ僕だからもうね試しに4万円ぐらい、ね、うん、ポンと入れてるんですよ、ほっといてるんですけどね、もうそれだけで1年間で1200円かな。すごい、4万円で1200円ってことは4000万円で10万円じゃないですか毎月。本当だでしょ、うん、うん、毎月10万円配当金あったらちょっとありがたいじゃないですか、すごく。ただまあその前にそれ4000万円がまず厳しい。そうそう、4000万円あったら普通ほとんどの人はマンション買っちゃいますよね。確かに、うん、でマンション投資した方がいいんじゃないかってその方は言うんですけど、うん、マンション投資なんか怖いですよ、これが洪水来るしね、うん、地震も来るしね、うん、でどこの人口だってどん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 減っていく中で、うん、空き部屋のリスクもねありますからね。いや本当ですよ、そりゃそうだ、うん、分かんないですよどこを買えばいいのかなんて、うん、絶対、うん、まあでもそういう、
資産が必要なんですね。そう。で、今回、だからその資産はちょっと置いといて、ちょっとつまんない話。うん、そのか、その人もね、うん、あの、いや、そんなこと話別に聞きたくないみたいなムードが出てきてるんですよ。ああ。そんなつまんない話聞きたくないって。うん、それよりも、もっとスピリチュアルな話聞きたいって言ってるわけです。口では言わないけどね。はい。そういう、どうせそんなことなんですよ。センチメントで生きてる動物にとっては。そうなんだ。うん。だつまりね、はい、結婚が大切か、結婚もうしなくていいのかってどっちか。今の女性にとって結婚する結末が最終目的じゃなくなってるわけですよ。まあそうですね。うん。うん、つまり結婚しなくていいんだとしたら仕事し、うん、でしょ、うん、だいい仕事に就くためにはどうすればいいですかっていうふうに聞いてきてるんですけど、うん、僕に聞かれてもそれわかんないって言ったんですよ。うん、いい仕事が何なのかもわかんなければ、うん。うん、そうか。うん。まあ確かにそうですよね。いい仕事ね。まだ、いや、そもそも、眠いですか？山崎さん。全然眠くないですよ。ああ、そうですか。いい仕事って言っても、うん、その仕事を選ぶ時点でもうアウトだと僕は思ってます、正直。うん。もう無理なんですよ。うん、だって、消費欲求がないんだもん、この国の人たちは。うん、欲しがらないんだもん。うん、うん、だから山崎さんがこの間何回か前に言ったように、農業がいいんじゃないですかって言ったけど、うん、農業をする文化なんですよ、もともと日本ってのは。だと僕思ってて、うん。ある程度、やっぱり経済が安定してきて、うん、皆さんが豊かになってきたら、日本人ってそのものを欲しがるんじゃなくて、見栄を張るのが目的になっちゃうんですよ。そう。だからその時その時の、その、ブームで、たまたま高級品を手にするだけで、本当のそのものの価値を分かるような、うん、文化って、今のところないんじゃないですか、教育がないから。うん、うん、教えてなきゃそれはないでしょうって僕は思うんです。そうなってくると、やっぱり、ああ、景気が悪くなった、つったら、みんなただ買わなくなるだけ。欲しがらないから買わなくなるだけ。ってなると、うん、どの仕事もやっぱり衰退するよ。人口減るんだもん。そうか。そうそう。ね、わかんないでしょ、うん、女性にとっての幸せの話って言ったらこんな話じゃないです。うん、皆さんが求めてるこんな話じゃないです。うん。そうか。そう。どんな彼氏を選ぶかとか、ね、どんな男の人がいいかとか、若い時はどういう恋愛をした方がいいかとか、あ、そういう話なんですよ。うん、コカ・コーラの株買った方がいいとか、うん。そんな話じゃないの。確かに。そうかもしれないですね。うん。じゃあどうしたらいいんですかね、具体的には。女を売る。え、どういうことですか。ね、変な話、はい、ほっといたら、うん、日本って、うん、女帝というか、うん、女の人が上トップになる文化を持ってるんですよ。卑弥呼ってのはそういうもんなんですよ。で、卑弥呼の文化なんですよ、日本って。うん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 、だほっといたら女の人が上になるっていうのは、今ほっといてるから、どちらかっていうと今まで男の人が上にさせていただいてたんですよ。わかります？男が外で働いて、はいはい、女が、家の中にいる、うんうん、それは女の人の手の上で転がされて演技でやってたようなもんですよ。うん、うん、ところが我に返って、うん、いやいや、もう男の人ダメじゃんと。うん。うん、男の人に任せててもダメだわ、これ。うん、うん。でもみんな、女性は男に愛想尽かしたんですよ。なるほど。うん。だからこんだけ、男尊女卑に対して噛みつく女性も増えたし、男女平等を訴えるようになったし、うん。そういうことだと思いますね。確かにそうかもしれないですね。そうでしょ。だそうすると今ほっといた状態です。だからほっとけば女の人が上になるんですよ。そうすると今度は男の人をどうやって扱うか。で、男は男でどうやって扱っていただくかっていう。うん。うん、そういう風になれない男の人っていうのはもう置いてけぼれですよ。なるほど。わかります？うん。アセンションできている人たちとアセンションできてない人たちに分かれるってこの間お話ししたでしょ、うんうん、で、アセンションできてる人ってのはつまり女の人のしもべとして受け入れることができるかっていう時代ですよ。
まあ、できてる人はそれができるということ。そう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 、ね、いつまでもいや男とはこういうべきだみたいなこと言ってる男はもう乗り遅れちゃってる、うん、なるほどね、うん、ただ、うん、人類の中の約 3% ほどいる、イケメンは違います。あイケメンだけは特別です。そっか。そうなんです。いや羨ましいけど 3% しかいないんだ。うーん、まあそうですね。ただそんなもんか。あのね、そう、それも過去にないぐらい過剰に崇拝されていきますよ、イケメンは。あで過去にないぐらいなもんだから何が起きるかっていうと、うん、イケメンはイケメンで、うん、もうまともに生活できないですよ。うん、もう街なんかもうサングラスかけないと、あもうね歩けない状態になると思う。これからの時代。キャーとそういうことですか。どういうこと。まあそうですね。あの、まあ普通に話してても、うん、まともに話内容聞いてくれてない。うーん、イケメンがいくらいい話しても、もう聞いてない。イケメンが喋ってるみたいな話になるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。イケてるこの人とか、うん、男同性からはなんだこいつイケメンの癖してっていうとか。もう物事がちゃんと、もう、なんていうのかな、内容を捉えてもらえないんですよ、イケメンすぎちゃって。そうなんだ。うん。だってそうでしょ？我々なんか、ブサメンですけど、うん、ね？イケメンがね、うん、いると、どっかしらどっかで引っかかったでしょ？でもイケメンだもんな、とか。あ、そうですね。ね、苦労してないんだろうなって気がしますね。そうそうそう。で、もしイケメンがね、山崎さんこんなこと言ったらどうし、俺どうしようって女の子にモテなくてさ、とか、どうすれば女できますかとか、女性できますかとかって、もし言ってきたらどうします。そうです。そんなイケメン見たことないですけど、もし言ってきたらね。言ってきたら、お前、何相当性格悪いんだろうなと思います。でしょ？そうなるんですよね。うん。ないですよね。でもその言ってきたことね。イケメンはそう、まずそんな悩み持ってないんですよ、うん。で、イケメンはそんな悩み持ってないから、女性に対してへりくだるっていう習性も持ってないんですよ。ああ、なるほど。だから女性に対して気使ったり、うん、おべっか使ったり、うん、女性に優しくするってこともないんですよ。うん。うん、え、そうなの？まあ、ありますね。女性に優しい、今、優しい男の時代ですから、逆に優しくない男の人の方が珍しいわ。まあそうなんですよ。まあそれぐらい、そうなんです。なるほどね。だほとんどの女性にとっては、もう足で男性を扱える時代なんですよ、これからの時代。そうか。それがよりエスカレートします。いや、それあながち間違ってなさそうですね。そうですよ。で、本当に、僕が見た夢ではね、うんうんうん、男性はもう女性に相手にされなくなって去るとしか結婚できなくなるっていう、うん、女性はもうそもそも結婚っていうのが目的じゃないんですよ。結婚じゃないんですよ、うん、女性で生まれた瞬間ってもう上がりなんです、うん、男性だけなんですよ、いつまでも結婚をしたがってんの、うん、だからそうすると女性とは結婚できないんですよ。もうそもそも女性という、人類とは違う動物なんですよ、男って。うん、うん、男子は、うん、お猿さんのメスと結婚するっていう文化がこれからの時代、スタンダードになっていくと思います。はい、いや、随分飛躍されましたな、これ。いや、でもそうですよ。要は、それをみんな怖がって、うん、あえて、男の人を上に持ち上げなきゃっていうふうに。古代文明から、そういうふうにみんなやってきた、うん、わざとやってきた、くれたんですよ。うん、なるほど、うん。それが今、自然体になってね。またいつものように、女性が上になったってだけの話だと僕は思います。なるほどね。はい、そういうことか。はい。いやー、先生今日もありがとうございました。あー、はい、帰ります。また明日。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、おやすみなさいませ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。